エドアール・デプレシャンによる一幕のイラストグノーの共造、サバの女王は、フランスの作曲家、シャルル・グノーが作曲した全4、または5幕のグランドオペラである。シバの女王とも表記される。1862年2月28日に、パリオペラ座にて上演された。グノーのオペラとしては、ファウストや、ロメオとジュリエットのような人気はない。サバの女王を演じるポリヌゲマール。 ロテール本作は、パリオペラ座に向けた3作目のグランドオペラで、サッフォーと血まみれの修道女に続くものである。当時のパリオペラ座が求めた芸術的要求、つまり、グランドオペラの特質である後、または四幕仕立てで劇的な題材に基づき、歴史的な興味を引きつけ、異国情緒を表し、大合唱や、 バレエなどの多彩な特殊効果の中で豪華な演出が可能な作品であるに応えるもので、サバの女王を迎える合唱や荘厳なファンファーレ、王宮での華やかなバレエなどが盛り込まれている。ナポレオン三世も臨席した、初演の反響は熱くも冷たくもなかった。講演は15回続いた。本作は、喜劇作品を好むナポレオン三世の反感を買ったのが、 最初の障害となった。本作の筋立てが芸術家外生者を凌駕するという、ナポレオン三世と取り巻きたちには、このましからざるものだったからである。評論家の中には皇帝に媚びを打って、レオニエスキュディエのように、ファウストはグノーにとってのアウステルリッツだが、サバの女王は彼にとってのワーテルローとなるであろうと、評する者もいた。初日の後、グノーは、 銅が妖怪して反乱する場面を修正したり、いくつかの場面を削ったり、加えたりしている。ジェラール・コンデによれば、出版の前に修正された、最終版はベルリオーズによる、骨も筋肉もない作品という貧弱な上演に、対して発せられたと思われるコメントには、値しないだろうという見解を示している。長竹義行は、全体に出来不出来の村のある作品だが、 美しいページも多いと評している。さらに、今では今日、本作は、オペラ愛好家に、ありや、平民であっても、より偉大なのだと、ソリマンのカバティーナ、一人の女の足元では、のみによって知られるに過ぎないが、これら以外にも優れた部分はいくつもある。例えば、アドニ・ランと職人たちの対立。 見事なベノニのアリエット、夜明けの太陽が、まだ青白いようにやサバの少女たちの美しい合唱、光々しい美しさとユダヤの少女たちの合唱、もう夜が明けは、とりわけ魅力的であり、激しい場面では、サバの女王の入場行進や動画溶解して、判断する場面なども特筆に値する。アドニランの死にバルキスが望んだ二重症は有無を言わせぬほど感動的である。 オペラの残りの部分も、長所がないわけではないと解説している。ネルバル書演後のフランス国外での展開は、英国初演は1880年3月10日に、マンチェスターにて行われた。米国初演は1899年1月12日に、ニューオリンズのフレンチオペラハウスにて、フィエラン、ブスマン、コドフロイ、ダルノーラの配役で行われた。 日本初演はハイライトのみの演奏会形式ながら2018年9月1日に練馬文化センター大ホールにて、久保田洋の指揮、久保田育子の制作。配役は渡辺悦子、下村雅と、加野義幸の配役で、ミクロコスモスの主催によりグノー生誕200年オーケストラと、グノー生誕200年合唱団による演奏、スタジオ演、グノープロジェクトチームによる舞踏で行われた。 近年の特筆すべきものとしては2001年9月のバルレディトリア音楽祭での祖園をあげることができる。この上演は録音され、販売されている。この上演は2002年2月にサンティティエンヌ歌劇場で再演されている。2019年10月にはマルセイユ市立歌劇場にてコンサート形式で行われたものがある。配役はカリーヌで。 ジャンピエール・フィルラン、ニコラ・クルジャルラ、式はビクトリアン・バノーステーンであった。ジュール・バルビエ・ミシェル・カレ・リブレットは、19世紀に活躍した、フランスのロマン主義詩人、ジェラールド・ネルバルの、東方気候、ボエッチ・イーエオリエント1851年の中の、ラマザンの夜を原作として、ジュール・バルビエとミシェル・カレによってフランス語で、作成されている。 柴野女王についての最古の記録は、旧約聖書、列王記場住章及び歴代史下旧章に書かれている。このため、オペラ名曲百科のように原作を、旧約聖書とする資料もある。アドニー・ランは謙虚な芸術家気質で無欲で、サバの女王の無欲で慎み深い性格のため、この二人の高潔さが共鳴し、愛情が育まれる。一方、ソリマンは、 巨栄心に満ちた異性者である。トバルカインについては、旧約聖書の創世記に登場する人物で、初めて哲也、銅の刃物を鍛えた、炭屋の子祖とされる。ネルバルの原作では、トバルカインは、アドニランの父祖として描かれており、アドニランの魂を天に導く役目を、トバルカインが担っていることで、一層感動が深められている。原作では、ベノーには、 炉の爆発と共に命を落としてしまうが、アドニランはその時は混乱の最中にあり気がつかなかった。ネルバルの原作では3人の職人とアドニランの対立は最後にそんなことがあったというアドニランの階層としてしか記述されていないが、リブレットでは一幕第一番に明確に対立点として設定される。なお、ネルバルは本作の台本をマイアベアに託したが、 これは失われている。合唱、宮廷の家臣たち、児童たち、職人たち、民衆バレエ団、芝の女王にちなむ音楽作品も参照。約二時漢字と場所、旧約聖書時代のエルサレム第四幕、第二場を第五幕として独立させる場合もある。第一場舞台は彫刻家アドニランの仕事部屋序盤にデミンによるソロモンとサバの 上朝国家であるとともに建築家であるアドニランは、建築が進められているソリマン王の神殿に安置するため像の制作の命を受けてからの数年はほとんど新職を忘れるほど、これに没頭してきたのだった。すると、そこへ、弟子のベノーニーがやってきて、今日は、サバの国の女王バルキスがこの国に訪れるため、王は本日を祝日とするので、 国民は働いてはならないとの命令が下ったと告げる。そして、アドに、ランが、サバの女王とはどんな人かと問うと、ベノーには、ありえと、夜明けの太陽が、まだ青白いようにの中で美しく素晴らしい人と、称える。アドにランは、美しいと評判のバルキスの話を聞き関心を抱くが、再び制作に取りかかる。そこに、三人の職人アムルー。 ファノール、メットザイルが現れ、身分を親方に格上げして、待遇を改善してほしいと要求する。しかし、アドニランは、お前たちの現状の仕事のレベルはそれに値しないと、却下する。この拒絶に昇服しかねる三人はアドニランへの復讐を誓う。第二話舞台はエルサレム。街を閉芸できる高台、近くに建設中の神殿郵送なファンファーレと共に、 宮殿に到着したサバの女王バルキスを民衆が迎え、聖なる女王にエコアレトが唱する。バルキスは、この街の素晴らしさを称賛し、建設中の神殿の設計者は、誰なのかと問う。ソリマン王は、アドニ・ランのことを陰気で、風変わりが無双家だが、才能のある男であると紹介し、見解を述べる。そこに、党のアドニ・ランが挨拶に参上すると、 バルキスは彼女の首飾りを彼に与え、皆はこの栄誉を称える。シオンの平原に作られた、鋳造書、大路が設けられている1970年のトゥールーズでの上演制作していた像もいがたに、聖堂を流し込む最後の段階を迎えており、アリア、聖なる部族よ、霊感を与えた前を堂々と歌い、成功を神に祈る。職人たちも神の加護を祈りながら、 炉の温度を上げてゆく。この様子を見るためにソリマン王は、サバの女王と帝神たちを引き連れて現れ、失礼られた見物台に腰を下ろす。アドニランはバルキスの前にひざまずき、肺岩の境に良くすることを感謝し、ソリマン王もバルキスもアドニランを奮い立たせる。そして、アドニランは炉を開けに入ってゆく。そこに、ベノーニが駆けつけ、 三人の職人は、アドニランの指示に従わず、サボタージュをしているので、炉の安全が保たれていないので、アドニランを助けてほしい旨を伝える。しかし、時は、すでに遅く、炉は開かれるとすぐに爆発を起こし、真っ赤な聖堂が飛び散って流れ出す。人々は、パニック状態となり逃げ惑う。第一場舞台は、ヤシの茂る城への湖畔。夜明け。 ベノーニを演じるアメキエル宮殿の一室で若い次女たちに取り囲まれているバルキスは娘たちにしばらく一人で休みたいと伝え次女たちを去らせる。アドニ・ランにすっかり魅了されてしまったバルキスは女王であると同時に自分は一人の女だとアリや平民であってもより偉大なのだを歌って心情を吐露する。そこにアドニ・ランが悲惨に暮れてやってくる。 バルキスはアドニランを慰めようとするが、アドニランは、貴女は王の花嫁となられる方、私は平民の職人、身分が違うと言って、彼女の説得を受け付けない。しかし、バルキスは女としての自分は王を愛しておらず、まだ自由の身であると言い、彼に愛を告白してしまう。そこに、ベノーニが現れ、精霊の力で、ロア元通りになり、像は、 アドニランの設計通り出来上がったと伝える。二人は喜び、ホザンナと叫び幕となる。第一場舞台は、メロ、ソリマンの夏の宮殿の一室所演じのサバの女王の衣装ソリマンの夏の宮殿のでは、大勢の人で溢れ、王の出席のもとに華麗なバレエが繰り広げられる。しかし、いくら待ってもサバの女王バルキスは現れない。ソリマンは、 すべての用意を整えて待っているのに現れないサバの女王に恨み事を言いながらも、やはり彼女は諦めきれない思いをカバティーナ、一人の女の足元では、で切々と歌う。そこに三人の職人がアドニランがサバの女王のテントに出入りしており、王を裏切っていると想像する。王はそれを信じようとしないが、三人は絶対に偽りではないと誓う。そこに、 サドックが現れ、当のアドニーランの来訪を告げる。王は彼を丁重に迎え、彼の偉大な業績を称え、王に次ぐ地位を与えようというが、アドニーランはあくまでも芸術家として自由でありたいと、王の申し出を辞退する。第二話舞台は、セドロン側の湖畔、セドロン側の下畔では、空がひどく荒れており、時折稲妻が落ちている。ここで、アドニーランは、バルキスを待っている。 アドニランとサバの女王バルキスはこの国を離れていくつもりだった。そこに例の3人の職人が現れ、必要にも親方にせよと迫るが、アドニランは毅然としてこれを拒絶する。すると3人は怒り狂って狂気でアドニランを刺してしまい、嵐に紛れて逃げ去る。そこに現れたバルキスは傷ついた瀕死のアドニランを見つける。 最後の別れの言葉を告げるアドニランに、そなたは死しても我が夫でいてほしいと語る。それから、アリア、夜を通して、別の騎士に運びましょうを歌う。ラストは、教会音楽を得意とする荘厳な展開となり、その時、嵐は去り、旧約聖書に登場するカ事の始祖とされる人物、トバルカインが手を差し伸べ、アドニランは彼に導かれて昇天し、人々はひざまずき、 ザンナとが死傷するのだった。ありがとうございます。